京大地教科は大型教を教科部している教科です。南部市場で主な取り扱う品目はサメ、マグロ、タツキなどです。そこで小売ではなく卸売りが行われています。価格を下ろして重さを測って業者たちが販売価格を交渉し始めます。南部人にとって不可欠な道具です。特に巻き網で南部名物サバを漂着しています。居民たちは港に帰ってからご覧になったように漁網を片付けています。このたくさん電球がかけられている漁船はサバ漁船です。この白熱電球は漁船ワットで一つは15,000円です。夜になると漁船は2以上のところまで行って宗教徒でサバを引き寄せてから捕らえます。バンプとパイプで漁網の中のサバを漁船に吸い上げて収容します。ここはカツオ節を作っている工場です。外で積み上げたのはアカシアで、これでカツオを寄付します。ここのカツオ節が南部で一番美味しいと言われています。半身というのはロープで結びつけて目をつなぎ褒める設置です。石は石で作られたので、漁民たちは酒神と呼ばれています。この黄色くてツヤツヤのは南部のサメ料理です。特殊加工で生臭さを取って燻製の風味を加えて仕上げたものです。皮の食感はもちもちで肉はふわふわだと言われていますので、人気のある地元グルメです。1956年に創建された南天宮は宮殿式の建物で珍宝を集められているところです。3階の拱形窓はいろんな工夫をして2年間をかけて作られた203キロの心臓です。2階の緑形窓は基地を代表する翡翠で作られました。南天宮の横にあるおこわの店が1970年に建てられました。約50年の店舗は休日になると人が多すぎでいつも満席なので立ち食い客がよく見られています。ここのおこわは上にマグロのそぼろがかけられて、パラパラとしっとりとしていてサクッとしたきゅうりと相まって、魚の風味がたっぷりで美味しいです。漁港の東側に位置する岬です。東宮岬は太平洋に面して陸系統や砂州と結んできた地形です。またこの海域の特色は
豊かな生態系と雲台珊瑚です。その大きいコンクリートの形は東風にそっくりなので、この海岸を東風岬と呼び始めました。古代魚粉科学では、缶詰やそぼろなどいろいろな魚製品が揃えています。その他、サンゴのアクセサリーも展示されています。食代魚文化館の隣にイラストトンネルがあります。その中に入ると魚が泳いでいる姿が見られて、まるで海の世界にいるようですね。トンネルに沿って南方近海の景色が見られます。海上で揺れている漁船や賑やかな魔装病など見どころがあちこちあります。ぜひ漁村ならではの風景を楽しみにお越しください。